両日は1機ずつに分かれての連載離陸です。各2機は平の間隔で離陸した後、速やかに空中集合を行います。さあ、離陸活動が始まりました。 それぞれの列が明確に維持されなければ、きれいな十字架とはならないので、より高度なテクニックが中心にドナウ港に規則正しく位置した各航空機はこの後一斉に左旋回を開始し、それぞれが円を描き始めます。 桜の始まりです。大空に描き出された一つ一つの円の直径は約 1000m、そして桜の花の大きさは約 3000m となります。 Thank you.